アイテム番号 SCP-427JP。 オブジェクトクラスユークリッド、ケテル。特別収容プロトコル SCP-427JP は移動ができないため、周囲を有刺鉄線付き高圧電流フェンスで覆い、周囲を防音加工を施した外壁で覆い、サイトとして管理されます。サイトは米軍関連施設として偽装されており、有刺鉄線付き高圧電流フェンスで一般人の侵入を防いでください。新たな SCP-427JP-A の発生が確認された場合、速やかに SCP-427JP より連れ出し、インタビュー及びデータ登録の高記憶処理を施し解放してください。更新。新たな SCP-427JP-A の発生が確認された場合、速やかに無力化し指定された収容区画へ搬送してください。追記。SCP-427JP-C-1 を超えての侵入には担当研究員2名の許可が必要です。SCP-427JP-C-1 内に侵入した場合、生存したまま外へ出ることはできないことに注意をしてください。SCP-427JP は現在収容できません。説明、SCP-427JP はアメリカ合衆国ミシガン州に位置する500メートル四方の草原です。SCP-427JP 内に人間が立ち入り2時間以上滞在した場合、その人物は不明な言語で歌を歌い始めます。以下、SCP-427JP-A とします。SCP-427JP-A は歌いながら徒歩で SCP-427JP の中心部へ移動を始め、中心部へ立つすると直立したままで歌い続けるようになります。そのままでは1週間程度で衰弱により死亡しますが、影響範囲から連れ出すことで元に戻ることが分かっています。SCP-427JP-A から元に戻った人物はオブジェクト影響下時の記憶はありますが、一様に、なぜ歌っていたのかはわからない、と証言しています。SCP-427JP-B-1 は、SCP-427JP-A が歌う歌です。SCP-427JP の外部から聞いた場合、SCP-427JP 内に入りたくなる弱い強制力があります。これは周囲からの説得や軽い拘束で抑えることが可能です。SCP-427JP-E-1 は、SCP-427JP の中心部に生えるツルニチニチソウに似た植物です。サンプルを採取するも SCP-427JP-E-1 から約10センチメートル離すと即座に風化し崩れ去るため、詳細な分析はできていません。現地での簡易調査では、ツルニチニチソウとは異なる組織構造を持つことが判明しています。SCP-427JP 内に SCP-427JP-A が一体も存在しない場合、SCP-427JP-E-1 から約5デシベルから15デシベルの大きさの SCP-427JP-B-2 が聞こえます。録音データの分析では、声質はボーイソプラノあるいはメゾソプラノです。対象、SCP-427JP-A-29。インタビュアー、エージェント、サイモン。吹き。対象は SCP-427JP の影響を受け SCP-427JP-A-29 となりました。本インタビューは外へ連れ出した後に行いました。録音開始、1900年月日。エージェント、サイモン、やあ、SCP-427JP-A-29、会話は可能かい？ SCP-427JP-A-29、大丈夫です。その、SCP なんとか、っていうのは何です？エージェント、サイモン、いや気にしないでくれ。それとも名前の方がいいかな。SCP-427JP-A-29、はい、なんか変な番号よりは。エージェント、サイモン、無線で本部と連絡を取る。OK、君の言う通りにしよう、ハワード。では君があの草原にいた時のことだ。歌を歌っていたね。
SCP-427JP-A-29、はい、歌っていました。エージェント、サイモン、あれはなんて歌なんだ。SCP-427JP-A-29、わかりません。エージェント、サイモン、自分でもわからない歌を歌っていたのかい。それは知らない歌を歌えてたってことになるな。SCP-427JP-A-29、そう、なりますね。自分でもよくわからないのですが。エージェント、サイモン、では、歌の意味も？ SCP-427JP-A-29、はい、意味もわかりません。エージェント、サイモン、そうか、では質問を変えよう。歌を歌っていた時だが、何か覚えていることはあるかい？気分が良かったとか、そういうのでもいい。SCP-427JP-A-29、気分、そうですね。気分は悪くありませんでした。エージェント、サイモン、他には、何か見たとか。SCP-427JP-A-29、草原ですね。エージェント、サイモン、だよな、その他は？ SCP-427JP-A-29、そういえば、頭の中に、声が聞こえていました。エージェント、サイモン、声、どんな？ SCP-427JP-A-29、あ、すみません。声というわけじゃないんですけど、何か、帰る、とか、帰りたい、とか、そういうイメージのようなものが伝わってきました。エージェント、サイモン、どこから伝わってきたか、というのはわかるかい？ SCP-427JP-A-29、それは、よくわからないですね。エージェント、サイモン、そうか、ありがとうハワード。録音終了。終了報告書。彼の証言からすると、何らかの知的存在が歌を歌わせているのかもしれない。だが何のためだ。エージェント、サイモン。更新1、SCP-427JP、B、2は SCP-427JP、E、1からではなく、SCP-427JP、E、1が生えている場所そのものから聞こえていることがわかりました。SCP-427JP、E、1は問題なく抜き去ることができますが、生えていた地点より10センチメートル30センチメートル離すと即座に風化します。その後、約5時間3時間後には元通りに同地点で生えていることが確認されました。更新に、SCP-427JP、E、1の周辺土壌より、未知のバクテリア類が発見されました。これは SCP-427JP、E、1を中心に半径30センチメートル45センチメートルの範囲に分布しており、SCP-427JP、E、1同様の理由により分布範囲外へ持ち出せません。更新3、SCP-427JP、E、1の周辺土壌より、未知の節足動物1が発見されました。これらは以前の調査では未確認でした。現在地球上では未知の形状を取った2種と、ヤスデに似た形状2の1種です。更新4、SCP-427JP、C は、SCP-427JP 中心部土壌へと再分類されました。ツルニチニチソウに似た草は他の生物群と合わせ、SCP-427JP、E 群として再分類されます。また、SCP-427JP、E 群の発見範囲が SCP-427JP、C 周囲1メートル地帯へ拡大しています。以下、突起のない場合、SCP-427JP、E 群は SCP-427JP、C を中心とした発見範囲外では存在できないことに注意してください。更新後、SCP-427JP、C 周囲3メートル範囲にて複数の新たな SCP-427JP、E が発見されました。
以下はその実例です。発見場所 SCP-427-JP C 土壌内特徴外骨格のあるミミズ状の実体。発見場所 SCP-427-JP C 周囲特徴小指大の袋状の実体。発見場所 SCP-427-JP C 周囲の地面特徴金属質の葉を持った未知の植物。葉は風を受けるとオルゴールに似た音を出す。更新録、収容違反記録、2000年7月日、SCP-427-JP 内へ延べ113名の民間人が侵入。各々が SCP-427-JP-B-1 を歌い出す事案が発生。発生から3時間後に事態が収拾するも、SCP-427-JP-C を中心とした SCP-427-JP-E 群の発見範囲が急速に広がっていることが判明しました。SCP-427-JP-B-1 の影響であると断定。収容プロトコルの改定がなされました。現在、SCP-427-JP-E 群の発見範囲は SCP-427-JP-C より半径15メートルです。更新7、SCP-427-JP-C 半径20メートル以内にて、新たな SCP-427-JP-E が発見されました。SCP-427-JP-E-5、半径15センチメートルほどの半球状をした体に5本の足が生えた動物で、体毛があり高温動物と考えられます。体の下部に口があり、土を這んでいる様子が観察されました。更新8、SCP-427-JP-C 半径38メートル以内へ侵入した物質は、その範囲から離脱する場合すべて消失する事例が確認されました。これは SCP-427-JP-E 群の消失現象と酷似しており、すなわち侵入した人員、機器、装備等は範囲より離脱できないことを意味します。この境界ラインを新たに SCP-427-JP-C-1 として、収容プロトコルが改定されました。更新9、SCP-427-JP-C-1 は中心部より半径55メートルへと拡大しました。SCP-427-JP-C-1 内にて、新たな SCP-427-JP-E が観測されました。SCP-427-JP-E-6見た目は象に酷似していますが、正常な象の頭部に当たる部分はなく、外頭部位からは鰓の核に似た構造体が1本生えています。更新10、収容違反記録、2000年10月日、SCP-427-JP 収容施設へ、メイの SCP-427-JP-A が集まり、施設を取り囲みました。SCP-427-JP-A たちは職員が鎮圧するまでの約3時間の間、SCP-427-JP-B を歌っていました。また、この事案以降 SCP-427-JP-C-1 の境界ラインが消失しています。本事案を受けて、SCP-427-JP はケテルへと再分類されました。更新11、事案142799-S-2000年12月日、エージェント、サイモンが自室で死亡しているのが発見されました。遺体は椅子に腰掛けた状態で、銃弾により頸椎が破壊されていました。銃弾は彼自身の拳銃のものであり、遺書の存在から自殺であると断定されました。以下は遺書の内容です。昨日、SCP-427-JP 周辺で SCP-427-JP、E を見かけた。その SCP-427-JP-E は、球状の体に蹄のついた3本の足があり、頭らしいものはなかったが一対の渦巻き状をした角が生えていた。俺はそれを見て、ああウサギかと思った。俺はあの場所の影響を受けている。もう手遅れかもしれない。俺の声が他に影響を与えるかもしれない。相談することはできない。声は残せない。
この選択が手遅れでないことを信じたい。スティーブン、サイモン。更新12、SCP-427-JP。 E 群の生態調査が開始されました。SCP-427-JP-E6 について DNA 調査の結果が出ましたが、アフリカゾウのものと同一であると判明しました。その他の SCP-427-JP-E 群の DNA も、ムササビやヤスデ等、基地の生物と同一である結果が出ています。このことは現在も調査中です。更新13、SCP-427-JP-A の人数が観測上、メイを突破しました。現在アメリカ西海岸では SCP-427-JP-B が流行になっています。全世界で SCP-427-JP-E は観測されるようになり、SCP-427-JP-A を含む民間人はそれを基地の動植物であると認識しています。ほい、SCP-427-JP-B により故郷へたどり着くことができました。私たちや皆さんの歌で故郷があるべき姿へ帰ったことは大変喜ばしいことです。歌を歌いましょう。我々と皆さんの未来への歌を歌いましょう。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。